じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、初めて、現役ドラフトというものが行われて、はい、でまあ、非公開で行われて、私たちは結果だけを出したという。楽しみだったな、結果がな。いや、そうです、ね、いや、ワクワクしたよ。本当ですか？久しぶりにワクワクしたけど、あれみたいな、あれ腑に落ちない。いやいや、でもね、俺はね、第一回とすれば、はい、まあそこそこの選手が動いたなっていう感じがするよ。それは例えば、まあ、選手の名前を見て、あ、この選手予想してた選手だなだったり、あ、意外だなっていう選手も、まあ、いろいろいらっしゃいたっていうことですよね。まあそうだね、まあ、例えば中日と DeNA、はい、まあ、笠原と細川をこう変えたけども、はいはい、いやこれだったらトレードでいいんじゃないかって、うん、まあ、もろ思うよね。もろだよ、もろ、はい、おもろだよ。まあ、ソフトバンク大竹、はい、この選手が出たら他ではローテーション入れるのかなっていうような、そのぐらい力のあるピッチャーだと思ってたんだよね、はい、まあ、それが阪神に行った、はい、ね、これはいいなと思ったんだよ、うん、これは使えると。で細川も良かった、はい、DeNA では外野手争いでなかなか厳しいだろうなって思って、まあ、我慢もできないからね、はい、ずっと育つまで我慢するとかそういうもう時間もないし、あ、だから中日行って、まあ、良かったなと、うん、まあ、笠原もそうだよね、はい、左ピッチャーがたくさんいる、うん、まあ、その中で違ったような、ね、感じのタイプの、まあ、左ピッチャーを DeNA が取った、はい、まあ、こういうところは良かったと思うんだよ、うん、お声も良かったうちかな、まあ、くすぶってたからね、はい、でドラフト1位で入って、まあ、それだけのドラフト1位で入るだけの素質のある選手だったからさ、はい、出番に恵まれない、まあ、そういうことで巨人に入った、はい、まあ、洋館もそうだね。そうですね、西武だからあるところまではすごく、はい、ああいいチャンスをいただいたなと、もらったなっていう選手はいるんだけども、他の選手はあ、まだちょっと時間がかかるよなとか、うん、そういう選手がいたから、はい、趣旨とすれば、うん、出番がなくてこの球団ではちょっと苦しいと、うん、で他の球団に行ったら最低1軍にはいけないとさ、はい、これ1軍にも入れないようなまだ選手じゃないのっていうのが、うん、まあ、数名いたから、はい、ちょっと時間がかかるなっていうね、うん、だからそこら辺は趣旨とはちょっと違うような選手を出したなとか、はい、でも1回目ということを考えると、うん、まあまあ分からないよね、他の球団も、うん、まあそうですね、どこまでの選手を出してくるのかっていうのがさ、はい、だから趣旨とはちょっと違うけども、はい、違う選手を出したかも球団もあるけども、うん、これはもう仕方ないかなと思って第1回はね。そうですね、うん、例えば絶対に1人は取らなきゃいけない、それも苦しいよね、拒否権がないんだもん、はあ、それは球団にとっても例えば選手側にとっても、うん、例えばどうなんだろうって、いやいや、取ってお荷物みたいに思われるのはすごく嫌だよね、結局出番がないまままた終わってしまう可能性はあるよね、はい、出番があるような選手っていうのは貴重な選手だからさ、うん、なかなか出せないのは分かるけどもね、はい、だから選手層の厚さ薄さでちょっと変わってくるよね、出す選手も、はい、これも仕方ないのかなと思うけど、うん、1球団1人は必ず取らなきゃいけないという、うん、それはなくした方が俺はいいと思うな。だそのうちは非公開にするんだったらよ、あ、そこら辺はバレないわけだから、そうですね、うん、こういう選手が移籍しましたって、うん、取りたくない選手取ってもしょうがないもんな、ファンにさ応援していただいてるわけだから、うん、ファンあってのプロ野球って言ってて、はい、非公開はないだろうみたいな、これ非公開にしたのは何、やっぱ選手の守る、まあそのやっぱり嫌な思いもする選手はたくさんいるかもわからないから、うん、ちょっと守ろうというね、はい、まあ、そういうところもあるんだろうけども、やっぱファンが一番心配してるわけだから、だってひいきの選手、あ、この選手は出さないでみたいな思ってて、はい、出たらがっかりしてるわけだよ。そうですね、でもそのどういうふうに決められてるかっていうね、うん、そういうことも一人必ず取るんであれば、はい、非公開じゃなくて公開した方が俺はいいと思うよ、うん、あとは例えば、まあ、何名以上出さなきゃいけないってなって出しました、でも合意に達せずその選手はまたそこの球団に戻ってきます、うん、ってなった場合の選手のモチベーション、まあ、選手が知ってるのかどうか、選手、うん、まあ、知ってるか知らないかわからないけどね、まあ、だけど初めて決まって連絡して選手の了承を得たとしたら発表になるわけでしょ、はい、だから嫌とは言えないもんな。そうですよね、だからまあ育成までもう広げて、はい、広げちゃっていいと思うよ。これ
だから現役ドラフトってさ、ね、出場機会とかなんとかっていうよりも、例えば出場機会という以前にやっぱ球団のこうなんだ体質みたいなのがあるわけよね、はい、でこの球団に合わないけどこの球団に合うんじゃないかっていう、うん、まあ、例えば言えば巨人に合わないけど DeNA には合うよみたいな、はい、でも DeNA には合わないけど巨人に合うよっていう、うんいうような選手っていると思うんだよ、はい、そういうところまで考えてやってもいいんじゃないかっていう、まあ確かに出番がなくてって、うん、出番つかめよって思うけどね、まあ、ただ例えば、うん、ヤクルトに行って自分サードポジションですと、もうでも村上選手がいる限りはどんな頑張っても、まあ、そしたらポジション変えろって話になっちゃうかもしれないんですけどってなった場合、まあ、他球団だったら俺サードでこのぐらい率残せるんだけどなってなる選手にはいいんですか？でもそういう選手はコンバートして使ってるよね、うん、多分ポジションは違うところにあるんですね。そうですね、怪我人が出た時もすぐ入れれるように しとくとか、うん、そんなもんなんだよね、うん、トレードとの違いは何なんですかね。トレードの違い、はい、義務だよね。やんなきゃいけないという、そうですね、移動させなきゃいけないという、あ、もうこれは上からのお達しですから。そうだね、はい、トレードでいいと思うけど、うん、俺はやっぱ3回までやる必要はあると思うんだよ、はい、3回やってみて、うん、今年やって改良点っていうのはおそらく見つけてるはずだし、はい、考えてるはずなんだよね、うん、でまたやってまた改良点が出てくると思うんだよ。これやっぱ3回繰り返して初めて本物になるのかなって、うん、だから今の時点であまり言いたくはない、うん、やっぱチャンスをもらえそうな選手もいたからね、はい、うん、大竹なんかは喜んでるかもわかんないよ、うん、そう安心にいけてね、はい、あ、投げるチャンスがあるかもわかんない、うん、だからヨーカーだってスタートするチャンスが出てきたかもわかんない、うん、まあ、細川もそうだよ、はい、バンテリン広いけど、ね、打ち応えあるぜと思ってるかもわからないし、うん、チャンスだなと思う選手もいるんで、やっぱ3回ぐらいはちょっと見てあげたいなと思うね、黙って。そうですね、うん、まあ、そもそもの趣旨がやっぱりそのくすぶってる選手がなんとかそこなんだよ、そんなこと言わなくていいんだよ、活躍できる場所っていうことですもん、ね、理念はそうだとして、うん、でも結果的にそういう選手がいない可能性だとあるよ、球団によってはね、はい、だからそれはいや素質があるんだけどもちょっとこういう選手がかぶってるから、うん、だから1人は出しますみたいな、はい、そういうのでもいいと思うんだよ。あの別にそこを決まりするわけではなく飛ばすってことです、ね、じゃないとさ不公平が生まれるというか、うん、え、なんだよ俺こっちこんなん出してんのに、うん、お前んとこそれみたいななんかあの釣り合わないってことですよね。ちょっと待てよみたいな、うん、どういうふうに行われてどういう話し合いになったのかっていうのがわからないから、もう本当に一人絶対移動させるんだったらイベントにしてほしいよな、うんうん、移籍する人にの名前が日を当たるように、はい、いや暗いもんじゃないんだよっていう、うん、ね、お前にチャンスを与えるために出したし、はい、ね、他の球団はチャンスを与えるために取ったんだよっていうことをやっぱしっかりこう見せてあげたいね、ファンにはね、うん、そうですね、うん、あとこれ選手側が僕この球団だと活躍できないから、あとまあ合わないから他球団に僕を出してくださいっていう挙手制はまあ、それもありだよな、うん、これからはね、はい、こういう制度があるんだったらここじゃやれ、やっぱ競争にならんと、うん、相手がでかすぎると、はい、僕はこういう球団に行きたいと、うん、このポジションが空いてるね現役ドラフトでお願いできませんかって、うん、はい、それはありだと思う。そうですよね、それはありあり、その人の人生だしね、はい、十分ありだと思うし、うん、言ったからっていや残念だね残っちゃったよみたいな、うん戦いみたいな、うん、でも絶対移動するわけだから一人は、ね、そうですね一人は、うん、そういう候補に上がるといいけどね。そうですね、うん、豊さん的には、まあ、3回目まではとりあえずやってみて、うん、でその中で改良点とかあればやっぱ変えていったりとか。ことの始めってさ、はい、絶対批判食らうんだよ、はい、90% 食らうって思っといた方がいいよ、うん、少なくて 70% は食らうって。はい、でもこれおおいいなって周りが世間が認めてきたら批判が 10% になるから逆転するってこと。逆転する、うん、逆転する。だからあんまり気にしないで、うん、せっかくやり始めたんだったら、うん、やっぱ3回やってこれもうどうしようもないと言うんだったらやめた方がいい、うん、そうだ、もう完全トレードっていう風にした方がいいと思う。そうですよね、あとその移籍先というかそこにいた選手がどういう活躍をそこで見せてくれるかによって、まあ、そうこのシーンも問われてきますよね、うん、この現役ドラフトがいいのか
意味がない、まあ、3分の1って考えておいてください。3分の1、うん、活躍できるのはね、はい、3分の1っていうことは4人、4人か、4人ぐらいだったらもう十分だよね、うんうん、やる価値あるし、うん、ね、まあ3回だな、3回は見てやってほしいな。そうですね、はい、とりあえずまあ3回予想を見て、はい、また来シーズンどういうふうになっていくのか見守りたいと思います、はい。